はい皆さんこんにちは非常識な経営コンサルタント高橋坂子です本日のテーマはやりたいことが見つからない人とやりたいけど前に進めない人の根本的な原因は一緒というお話をしてみたいと思います、えー、最近ですねあのー、まあいろいろな方といろいろなイベントでお会いすることが多くてでその後あのー、まあ個人セッションとかですね 特典、まあ、であの無料でやっているケースもあるしきちんとお金をいただいてやるケースといろいろあるんですけれどもいわゆるあの私のサロンのメンバーっていうのは月額でのコンサルティングをお願いしているというその時に、まあ、最近の傾向としてあのタイトルで申し上げました「やりたいことが見つからない人」と やりたいいけど前に進めないみたいなお話をいただくケースが多くていつも言っているアドバイスが一緒なので、えー、このあたりでですねちょっとあの同、ー、質の内容になっているので、まあ、そういうふうな思いを抱えている方の、まあ、改善策というか打開策というかそれになるかなというふうに思って今日はお話をしたいと思っておりますははいいいではね本題に入りたいと思います。 まず、ですねこのやりたいことが見つからないって言ってる人とやりたいけど前に進めないって言ってる人の根本的な原因一って私、伝えたんですけどそれは何なのかということを先に結論言います先に結論を言うとどういうことかというと決めないということを決めているということが結論です。 何なんだ、その解文みたいな答えはって思ってるかもしれませんけど、解説していきますよ。はい。決めないっていうことを、その人決めちゃってるんですよ。だから、見つけられないし、前に進めら、前に進まないんです。はい。無意識でご本人わかってないかもしれないですけどね。じゃ、もうちょっと噛み砕いて言いますよ。やりたいことが見つからないって言ってる人は、まるで。 他人があなたが見つけようとしているのを見つからないように、路頭に迷うように設定している風な言い方をしていますけど、違うんですよ。やりたいことを本気で見つけようとしていないから見つからないです。つまり言うと、見つけようとしないということを自分が決めてるんです。 やりたいことが見つからないって言ってる人は見つけようとしないということを決めてるんですここ結構大事ですよ見つからないんじゃなくて見つけようとしていないですねで、このケースの場合いや見つけようとしてないから見つからないんですよと伝えるといや見つけようとしていますでも見つからないんですって言ってくる方いらっしゃるんですけどじゃあ何見つけようとしてますって じゃあ例えばやりたいことって何なのかっていうのを本気で考えたことありますか、まあ、それが仕事でも趣味でもどっちでもいいんですよ。趣味の方が分かりやすいですかねどっちかっていうと私なんかはやりたいことだらけなんでそれをどれを割り振るかっていうことで時間が足りないっていう状態なんですけどやりたいことが見つからないって言ってる人はやりたいことを探すことをしようともしてない方が多いんですよ。 でじゃあどういうふうに私みたいにそういうふうにね聞いてくるときにどういうことを聞いてくるかっていうと私って何が合うんですかねみたいなことまで相手に委ねてしまおうとする要は受動型なんですよね、まあ、会社でいうと,、えー、と言われた仕事しかできないタイプの人です自分から仕事を生み出して工夫をしようとしないタイプの人でそれは家庭環境とか育った環境がそうだからって言われたとしてもですね 意思思は持ってもいいと思うんですよじゃあそういうふうにね上から降りてくる答えを欲しがるタイプの人って今度どういうとこで立ちが悪いかっていうと答えを出ししててあげるとそれれはででですすすって言うんですよこれおかおかしくないですか <laughs> 見つけられないやりたいことが見つけられないって言ってるからじゃあこんなことはどうですかって私が提案するじゃないですか。 じゃあ例えば趣味が見つからないって言ってる人じゃあ、ね、趣味の領域っていっぱいありますよ絵を描くとか音楽やるとかでじゃあ音楽やってみたらどうですかっていうと「いや音楽は」って言いますねじゃあ絵でも描いてみたらいいんじゃないですかいや山登りでも行ったらとか泳いでみたら海に行ってとか、まあ、趣味って呼ばれるのははっきり言って本人が決めれば何でも趣味になっちゃうんですけどそれをやってみたらというと いやーそれはちょっといやちょっと面白くなさそうでやる気がないっていうんですよ。ねこれ言ってることおかしいってわかりますかやりたいことが見つからないっていうからこんなことどうですかって私言って差し上げてるわけですよ。ヒントあげてるんですよ。で嫌だっていう意思があるんだったら。 じゃあ嫌だを全部していうことですよいことよわゆる世の中的に趣味って言われているものを片っ端から潰していったらいいんじゃないんですか本当にやりたいかどうかそんなこともしないで誰かの言葉に乗っかってあわよくば自分それ楽をして考えもしないでやってみたらいいんじゃないしかも他人に言われたから責任持たないですそういう人はいやなんとかさんに言われたからやってみたけどいまいちだった なぜなら自分が選んでないからです。で、こういう人は人の意見を聞いてる風で聞かないし、仮に受け入れて一旦やってみたけど失敗したりなんかすると人のせいにするタイプの人なんですよ。タッチ悪いです。ある意味。はい。まるでこうどうしたらいいんでしょう。私路頭に迷ってますみたいな顔をしているんだけど。 本当はやりたくないこととかもしっかりわかってるんですよだってやってみたらどうですかっていうといまいちって言うんですもんそれ考えること放棄してるでしょうっていうことなので人にそこを預けるんだったら全面的に任せてみるか言われたことを片っ端からやってみたら本当にやりたいこと見つかるかもしれませんなのでやりたいことが見つからないって言ってる人は見つけようとしていないんです 自分が。で見つけるための行動とかもしていない割には人にアドバイスをもらおうとしてもらった挙句にやりたくないっていうんですよ。っていうことはねどういうことかっていうとその人はやらない見つけないんでいいんだっていう自分を根底的に決めているはずなのにはずなのにやりたいことが見つからないとか言っちゃうわけですよ。 だから矛盾してることを言ってるってことに気づいていないししかもそれを言ってる自分は、えー、その言ってくれてる人に対してのだって尋ねてって言ってるのにねその人に感謝ないんですよだからある意味失礼な人だけど失礼なことを言ってる自覚がないから堂々巡りになっちゃう、まあ、ある意味たちの悪いタイプの人ですはい耳が痛いなと思った人は あのよく自分の発言考えてみてくださいね見つからないんじゃなくて見つけようとしていないでそういう人は見つけなくていいんですよっていう選択肢もあるっていうのを伝えるんですよだって見つけようとしないんだからやりたいことを見つかんなくてやんなくていいじゃないですかっていうとなんかやりたいんですっていうんですよおかしい、うん、おかしいんですよ 子供のわがままみたい、うん。大人だったらねあのやっぱりそこは自分の人生自分で決めるんだから見つけるっていう努力をしてもいいんじゃないですかでそれが嫌なら見つけなくていいんですよ何もしなくていいのに変に頑張ろうとするからおかしいことになっちゃいますだから中途半端に誰かにすがってその答えを欲しがるっていうのはそろそろやめましょうっていうことです。 でこれが実例ですよ。やりたいことが見つからないっていう人。で、これとほぼ一緒の原因。やりたいけど前に進めないって言ってる人。これ一緒ですよ。進まないっていうことを自分が決めてるから前に進めないんですよ。他人に言われて、 進まないようにしろって言われてるんじゃないのに自分でで進進んなないといいいととうここ決めてるかかからまますすれ違わりね何か大きな障害があってブロックがあってもうそれがあるから乗り越えないといけないから進めないって言ってる人ってもっと逼迫してるんですよ。 だけど自分が進まないっていうことを決めちゃってるタイプの人ってやりたいんですけどなんか前に進めないんですよってま,ずまるで他人事のように言います、これやりたいことが見つからないって言ってる人と同じなんですよ。他人事にしちゃってて自分が心底それを理解して前に進むためにどうするかっていうことも考えてないから前に進めないんですよ。つまり本気で進むことを 決めるっていうことをしていないから前に進めないんですよだからさっき言ったように一番最初に冒頭に言いましたよ決めないっていうことを決めてるから決まらないんですよ無意識的にね でじゃあね、この人にも全く同じようなことを私、大体アドバイスします。やりたいけど前に進めないって言ってる人ね、まあ、背中を押してほしいとかいうのがあるから大体そういうことになっちゃったりするんですけど、じゃあ本当に前に進めないんですかって言ったら、やりたい、じゃあこういうふうにしたらどうですかっていう、しかも私、結構噛み砕いています。目標値がこここれぐらららいいだっったら大変でしょって思うからここにいる人の 階段かけててああげげるる目標値を設定してあげるんですよそれが10段になるのか5段になるのか人によって違いますけどねここら辺どうですすかって言ってて言あげますやりたいって言ってる一番一番手前のここすごく楽そうなステップ設定してこれやったらいいんじゃないですかっていうと今度はその小さいことですらいやちょっとそれはって言うんですよ。 じゃあもっともっと細分化してちっちゃくして現状よりも本当1ミリレベルのことを言ったとしてもその人って進もうとしないんですこれはもうその場所にいたいという自分の潜在欲求がそうしている人はどんなに周りが言っても動きませんだから私がアドバイスをしても動かないんですよ この2パターンはどっちもあのタッチが悪い困ったちゃんですどっちもやりたいけど前に進めません違うんですよ進むって決めたら決めた進む方向へのアクション行動を起こせばいいだけなんですよなのに進めないってまるで他人事のように言うから進めないんですこれ分かりますかこの感じ 言ってる人よーく胸に手を当てて聞いてみるといいですよじゃあもっとわかりやすいあの具体例で言いますねじゃあ例えば私ねフランスが好きなんでパリに行きたいとしますよねでパリに行きたいとするじゃないですかでそういう人っていつかパリに行きたいっていうふうに言いますいつかはい 私、パリに行きたいって言ったらいつ行きたいんだろうって、いつっていうまず日付を決めます。ちなみに今、目下決まっているところは60歳のときですね。今から7年後なんですけど、まあ、もうすぐ6年後になりますが、還暦のときです。はい、なぜ還暦のときに行きたいか、まあ、バースデーに行くんでもう7月っていうことになりますね。で、その時に要は、異常式なことをやりたいわけですよ。飛ぶ常識と書いて非常識ですけど。 皆さんが普段やってないような還暦祝いを自分でやりたいわけですよ。でエッフェル塔の,の赤いエッフェル塔の下で赤いロングドレス着てでサックスの演奏するの、まあ、できるかどうか調べないといけないですけどね、まあ、その近所のライブスタジオとか借りるかもしれないですけどフランスででやりたいですだから日付ももう決まったどういう衣装を着るか決まった。 でサックスの先生も連れてててきたいいなっっ決まっているそうすると記念写真も撮りたいな記念動画も撮りたいな撮ってくれる人を手配するもうこれだけで3人連れていくだから4人分の旅費が必要になります。はい、とするとそこそこの感じでやりたいというとそこそこのお金出ていきますよっていう貯金貯めないといけなくてでそれが2年前なのか1年前かぐらいに。 まあ、飛行機のね値段とか宿の値段とか出てきますからってことはカレンダーに7年後だから6年後の同じような時に手配をし始めるって書きますホテルこれぐらいそれまでにいくら貯めておくって決めればいくら貯めるのいつまでにやればいいか決めます そうすると、いつかじゃなくて、いつって決めた瞬間に、やらなくてはいけないこと、を貯めなくてはいけないお金、どんな会場にするのかとか、そういうのも全部どんどん決まっていくんですよね。日付決めるだけで。うん、だから、いつかじゃなくて、いつしたいっていうのを描けば、逆算すれば、それが叶っていくっていうか、決まっていくだけなので、いつかって言ってる人は本当に決める気がないんですよ。 いやそれは自分の実力ではできないと思ってるからいつかって言ってますっていう方もいらっしゃるんですけどいや実力は遠かったら決めた日付また後ろにすればいいじゃないですかその決めた時までにあの大丈夫な実力になってなかったらだから決めるのが先なんですよ。でそれにに合わせててて行動するるだだけけからやりたいいど前に進めないって言っ言人は 簡単な話でやりたいって言ってることに対して一歩大手をかけければいいだけなんですよね。で、資格取りたい何かの資格取りたいって言ったら資格取るって決めたら自分の一人の勉強で無理だよね自,自主学習無理だなって言ったら学校通おうって決めたら入学期限って決まっちゃうわけじゃないですかね、それで行くのが近道だと思えば学校入ればいいですよねいやお金がありませんって言ったら「いや貯めればいいですよね」 そうすると1年後って思ってたのが3年後になっちゃうかもしれませんけどね。うん。だから、前に進めないんじゃなくて、進まないっていうことを決めてるから進めないです。はい。いくらでも、一歩何かをしようと思ったらいきなり世界って動き始めちゃうんですよ。で、それによって、どうするっていうのが決まってきちゃいますからね。うん。だから、結局、 進まなくしているのは自分なんだって自覚したら前に一歩踏み出したり進むのも簡単ですここはまるで人事のように言っているという自分に気づいてほしいです人事じゃなくて自分事にするじゃあこれもねさっきの方と一緒で無理やり私がボーンって背中を押してあげれば動くかって言ったら動かないんですよそういう方って 前に進めないっていうんだったらじゃあこれやったらいいんじゃないですかって私すっごい小さなステップを教えてあげるのにやらないんですよいや気に入らないんだったら自分で探してよって思いますよ私 <laughs> 私に聞かないでくれとかってね思いますけどねだからそういう人って無意識的にあのー その誰かにね例えば頼ってアドバイスをもらったとしても聞かないから意味がないんですよそしたらやりたいけど進めないんじゃなくて進まなくしちゃってますいいんですここ心地いいし「でへへ」って言っとけばいいんですよでこういうこと言うと「いや私前に行きたいと思ってます」とかこれもまた同じこと言うんですよこのタイプの方ってんででしょう <laughs> 本当に不思議うんそう 進まないいいことが心地よいってて決めている人やりたいことを見つけないのが心地よいって決めてる人は外部がいくらいいアドバイスをしたってもうあれですよだからあ豚って言われるとねちょっともしかしたらえー、とかいう人いるかもしれないからあれですけどだからいくらいいアドバイスをしたって意味がないっていうことなんです。自分自分身が 決めようって動こうって決めない限りは物事動かないですよっていう根本的な原因はあなたが動かないって決めてるから動かないんですっていうことを言いたい。はい、っていうことが今日のテーマでした。はい、じゃあまとめていきたいと思います。えー、やりたいことが見つからない人とやりたいけど前に進めない人の根本的な原因は一緒というお話なんですが、何なのか。 決決決めめめななないいいいいいここことととををててる。る。やらうれが前に進まない要因です。だから逆に言うとやるって決めて動き始めればいきなり動くようになるし見つけるって決めて見つける行動をすれば見つかるんで嫌なことっていうのを全部外していけばいずれ残るのが好きなことっていう消極的な探し方でもいいんですよ。 でしかももっと根本的に言っちゃうと誰もあなたに「見つけてください」って言ってないしあなたに前に進んでくださいって誰も依頼してないんですよ。<laughs> そもそも自分が「見つけたい」って言ってるし「やりたい」って言ってるからその方向に動いたらっていう話になってるのを自分で勝手にブレーキをかけてるっていうことを自分が気づく必要がありますよ。という、まあ、若干辛口なお話が今日のテーマでした。はい 思い当たることがある方は是非自分を振り返ってみてください。それでは